ですから今、府市統合本部にですね、いろいろ上がっていってるわけですよね。例えば大阪府立の病院、大阪市立の病院、でこれを一緒に統廃合、まあ言ったら統合しましょういうことでね。でもそれぞれの機能があるんですよ。大阪府の病院っていうのは専門分野が多い。大阪市の市民病院というのは、今現在は総合病院、十三にしてもそうですし、住吉市民病院、でも住吉市民病院は今度は周産期、小児科に、まあ言ったら特化してやっていくんですよ。今それがまたちょっと待ったかけられたんですよ、橋本さんにね。で、我々は私、地元でありますんで、地元の方は、そんなもうせっかく周産期でちゃんとまとまってんのに、やっぱやってちょうだいよと。なかなか今、産科っていうのは、民間の病院がやってくれないんですよね。リスクが高いですから。だから僕ら言ったのは、そういうところはやっぱし、まあ言ったら公的な病院がね、しっかりと担っていかなあかんの違うかいうことで、できたらその総合病院に建て替えてくれいうのを、皆さん、地域の皆さん方にそういうこと話をさせていただいて、産科、そして小児病棟で行きましょういうことで、やったやつを今またそれがちょっとストップされてるんですよ。それはなんで言ったら、その大阪府のまあ病院がある、大阪市の病院がある、それを一度精査してということになってるんですわ。だからそういうところもしっかりとこれ議論していかなあかんと思いますわ。松崎さんね、ラジオネーム川の底さんという方は、教育問題での暴走を止めてほしいんですっておっしゃってるんですね。だけど、まあ、昨日ですね、この教育基本条例案についてもですね、大阪府教委はだいぶ抵抗したっていうふうに伝えられてますけれども、結局、府市統合本部という橋本さんと松井さんで、いや、いろいろ反対をやっても、決めていくんだ、政治決着だ、民意だって言って、どんどん決めていかれたわけです。言うたら、府市統合本部でどんどん、まあ、決まるやんかと。ね。その市会議員の皆さんの影ってものすごく薄くてね、私から見ると。いや、ね、府市統合本部で、それは知事がそういうふうに決定しますよ、それを今度議会にかかってくるわけです。まあ、もちろんこれからはそうですが、大阪府は大阪府議会に今度かかってきます、大阪市会は大阪市会の方へまたかかってきます、そこでまた議論されるわけですよ、ね。まあ、でも大阪府議会の方は、維新の会が過半数取ってはりますよね。だから待ったをかける可能性は非常に少ないかと思います。じゃあ大阪市議会はどうなのかというと、維新の会が今第1党ですよね。で、第2党が公明党ですね。19名。維新と公明が一緒に、もし同じ意見やってなったら、もうそれだけで、ことは先に進むんですか？公明党さんがもしそれを賛成やと言ってしまえば、過半数に行ってしまうんですけども、まあ公明党さんもそこはやっぱり非常にね、慎重になさると思いますよね。あ、教育についてはですか。全ての問題についてそうですかね。まあ、是々非々でやっぱし、公明党さんも言ってはりますし、自民党さんも、私ども大阪未来も、是々非々で言ってますんで、何でもかんでもその上げてきたから反対とか、何でもかんでも上げてきたから賛成ということは僕はないと思います。今現在ね、案の段階ですけども、府市統合本部で、まあ、府教委が、まあ言ったら、いろいろ抵抗しても、いやいやって言って決まるという、これについては、松崎さん、どう感じていらっしゃいますか？いや、だから、もともとね、やっぱりその、向こうは過半数の力を持ってあるわけですから、それで通らんことないねんけども、でも、実質的にそうしたら、議会で全然議論されてないでしょうか。要は、府市統合本部で、教育委員さんと、そして、橋本市長、松井知事さん、この方らがね、いろいろ、まあ、あとは、特別顧問の方が入ってるのかどうか知りませんけども、そこでだけで議論されて、それがなんかいかにも、皆さんの、その民意を得たようなね、形で、その報道されてるとこもあると思うんですよ。それは違うと思う。一度議会へ帰ってきて、そこでしっかりと議論をして、そして、反対と反対を最後まで言うのか、どこかで、まあ、着手どころをね、折り合い点を見つけていくのかっていうのは、これはもう大阪府議会さんがどうされるか。で、大阪市会の場合は、これ去年、全部、否決してますからね。一回そうですね。はい、否決してますから、なかなかそうやから、あ、そうですか、橋本さん師匠なんて出してきたから賛成しましょうか、いうのはちょっと難しいでしょう。でもきっと民意だって、いや、だから今申し上げたように、ね、僕は橋本さんは75万票取られたけども、でも、平松さんも52万票取られて、なおかつ、選挙に行かなかった有権者の方 40% いらっしゃるわけですから、3分の2の方は何もそれに、まあ、言ったら白紙委任状は出してありません。だからそれも民意ですわ。だからそちらの方もどんどんちょっとこう、
もっとマスコミの方でおっしゃっていただきたい。そう、どれぐらいやっぱりじゃあ、対案を出してくるんだっていうふうにきっと橋本さんおっしゃいますでしょうね。ただね、これ大阪市のね、教育委員さんね、この話にあまり入ってないんですよ。もう全部大阪府のことばっかりやられてるんですわ。ですから、現実的な議論全く入ってないと思います、今。まあ、制度とか評価のね、話ばっかりになって、橋本さんはこう、どんな若い人にどんな人になってほしいのかという政治家としての高邁なこう、ね、考えを語ってないんですよね。なんか今まで通りであれば何かこう競争型のね、はい、まあ優秀な生徒ばっかりを生むような教育制度に変えようという、はい、それでいいのかという、という疑問が出るんですけど、はい、その辺はどうなんですかね。維新さんを前からおっしゃってるのは、その教育というのはね、国際競争にですね、打ち勝っていかなあかんねんことをおっしゃってるんですけども、今まさにおっしゃったように、ほんならそのほんまに競争原理だけで教育ってええのって、それやったらその競争原理働く学校生かしたらええやないかと、公的な学校はやっぱ違うと思うんですよね。もともとそれできてんのに、それを全部一緒にしてみんなその競争原理を働かしたら、それで国際的にですね、通用する子供ができるって、そんなことはないと思うねんね。それはね、だからそこのところを、まあ僕は今度の多分文教経済委員会で、予算司会が始まったらですね、しっかりと議論されると思いますよ。我が会派としては、今のところやっぱり教育基本条例に対してはこれは賛成できませんわ。ただ私が、松崎さんの立場になって心配することもないんですけど、はい、民主党の中央のね、東京の国会議員さんたちはね、橋本さんにものすごいラブコールしてはりますやん。そしたら地元にある松崎さんらにしたら、橋本さんと地元で対峙したらですよ、いやもうやめといてくれと。そら東京から見たら見えるんちゃいます。やりにくくないですか。ただですね、はい、今現在文科大臣なさってる平野さんが代表の時にですね、橋本さんが東京行かれた時にお会いになってるんですね。でその時に、まあ、話を受けたまわりますと、そしていろいろとまた話し合いをしていきましょうで止まってたんですね。これ教育基本条例なんですか。違う橋本さんのいろんな大阪都構想に対して、大阪都構想ですね、はいはい、だから橋本さんの政策に対してはそういうふうにこれから話し合って全然広んでいきましょうという、で我々がですね、一応大阪府連の方で確認してるのは、そういう考え方なんですよね。ただそやけども、その東京の方でですね、まあ一部のその、この間も ABC かなんか出てましたけども、橋本さんに対して、大阪都構想も賛成やというふうな言い方をされてる。でもあの人は誰が言うてんで、その、まあ犯人探しじゃないんですけども、誰が言うてんやろってね、向こうで言うてるわけですよね。だから、まあ今度一度そうしたら、今日も会派に出てたんですけども、今政調会長前原さんですので、前原さん非常に橋本さんとも近しい方ですから、まあできたら一度前原さんを呼んでね、いっぺん我々と話し合いしてみようかということも、まあ申してるんですけどもね。はい、地元からやっぱり東京の議員たちに対して言うべきことは言うと、はい、そうだってね、僕ね、あまりね、この大阪都構想についてね、中央の方でね、そんなに真剣に考えてるのか思ってね、一都市の問題としてね、でそれとやっぱ橋本さんは違う、その選挙での橋本さんとしか見てないんちゃうかな思って。なるほど、はい、じゃあこれからの議会でどういう論戦が戦わされるのか、それみんな本当に注目して見ると思いますので、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。大阪市会民主党系大阪未来市議団幹事長の松崎徹さんでした。